電池カバーって何って言っちゃったよ。え？電池カバーってどうやって外すの？本体内部電池カバーって何よ。電池カバーってどれよ。あ、いけそうな気もするし、ちょっとこれ外しとこう。アタッチメント、あ、よっしゃ、いけた。なるほど、こんな感じで入ってますね。はい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 、はいはいはい、なるほどね。これとこれを今日は使っていくと。そう、ちょうどなんか爪をね磨くやつが欲しいなって思ってたんですよ。そしたらちょうどいいの見ててね。ちょっと待って、爪の表面拭いてくださいって書いてあったから。なんか落としたよ。あったったった。よいしょ。そう、明日はね、いよいよカレンちゃんとのジョマイラブ語る会でします。配信で一応ね、まあ一日質問箱は設けたんだけど、一応念のため延長はしたんで、もしあの質問しそびれたよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ質問してください。これで電池は入るはず。入りました。それじゃあ爪を一応表面を拭いて置きたいと思います。それじゃあちょっとやってみようかな。はいはいはい、横に動かしながらなんだ今。こんな感じで爪、こんな感じで。ちょっと手シワシワで恥ずかしい。果たしてこれで合っているのだろうか。思ったより、はい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 、で、はいはい、
そうなんだよね、あんまりやりすぎたらダメなんだよね。逆にあれかもね、仕上げだけの使ってもいいかもしれないよね。すごい音がしてる。あー、でも、あ、ツルツルしてる。ツル。ね、めっちゃ思ったよりすごい音しますよね。歯医者さんに来たみたいな音確かにするね。ちょっと面白い。でも私爪って、私自分の爪が薄いんかどうかは分からないんだよね。そういうのってどうやったらわかるんだろう。あ、この音苦手だった。ごめんね、苦手な方。申し訳ないですわ。よし、こんなもんかしらね。でも結構ツルツルになったわ。イエー、おお、ツルツルだわ、すごいわ。というわけでこんな感じでした。あとはちょっと私が電池カバーを外すのが下手っぴなんですよね。おっしゃい、よし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 。なんか前にね、一回、前にっていうかだいぶ前にリラックマのなんか爪やすりみたいなのはもらったことはあったんだけどね。そうそう、なんかそう、めっちゃ電池カバー変な時あるんだよね。そうそう、あ、これは後であれも塗っとこう。いつも私が塗ってるやつ、くしゃみ出そう。
あ、白湯がいい温度だわ。ちなみに今日はね、初めて眉毛サロン、初めて眉毛サロンに行ってきた。いや、眉毛サロン自体は初めてじゃないんだけど、新しいとこにね、行ってきたんです。そう。いいでしょう。まあ緊張もねしたんですけど、普通にお姉さんが優しそうな人だったんで、はい、良かったです。ごめんね、充電が 20% になりました。はい、そう、新しいとこに行くのはね、結構緊張はしたんですけど、やっぱちょっとどうしてもね気になってたので、思い切ってね行きました。やば、爪磨いてたらもう15分経ってた早いわ。じゃあ白湯が飲み終わったら短いんだけど、ちょっと今日は終わりますね。はい、だからあともしかしたら6分ぐらいかも。何かあるかな。そういうところはホットペッパーで見つけるの。そうですね、でも今回はなんか結構お姉ちゃんがこことか合いそうなんじゃないみたいな感じで言ってくれて、そう。でも大体美容院はいつもホットペッパーで探しますね。はい、そうね、最後は焦って飲むのはね、良くないから、ゆっくり飲むのがいいね。だいぶ前髪伸びたんですよね。そろそろ切った方がいいかな。ね、そろそろ切りに行ってもいいような気がするな。ね、伸びたよね。ね、ちょっと気になりますよね、長さ。あ、巻けば何とでもなるっちゃなるんだけど、そうそう。
そうね、4日に公演があります。はい、4月4日はハンターハンターのクラピカムの誕生日です。あれ違う、いや合ってる、あれ合ってる合ってる、なんで4月4日もよかったら見に来てくださったら嬉しいです。公演です。ひゆかちゃんだよね、ひゆかちゃん一緒に出るよね確か。ひゆかちゃんと公演一緒なの初めてかもしれない。確か4では一緒にまだやったことない気がするんだよね、合ってると思うんだけど。ないですよね、だからめっちゃ楽しみです。はい、ということで白湯飲み終わりましたんで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位メソさん、12位マユさん、11位ナナタさん、10位アキラ787方言営業中さん、9位ロミツさん、8位井田ひろゆきさん、7位マモさん、6位夏目さん、5位キャパさん、4位 TKHKG さん、3位アーティーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。